おはようございまーす。ジレット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日、祖母のね、お墓参りのに、兼、買い物兼、その他もろもろに付き合わされまして、付き合う車動かせんのがね、俺しかいなかったからね。はい。で、車動かして、その後家族にも会ったんですよ。どっちかっていうと僕の家族は毒親のタイプで、あんまり好きじゃないんですけど。で、その毒親曰く、今ね、僕もね、職に悩んでたり、いろいろね、職に悩んでたり、職業にね、安定しなかったり、会社にうまくいけなかったりといろんな悩みを抱えておりますが、そんな流れで、ね、そんな事情もつゆとも知らずね、親は何て言ったかというとね、35まで身を固めなと。35まで身固めるっていう意味では本当にそうです。なんでかっていうと、インディードとかでの募集要項は、年齢制限がとても厳しいからです。皆さんは僕の生放送で、無理ゲーのチャレンジ知ってますかね？灼熱の10連戦やってるあれです。あれを何回かやってて思ったことがあるんですよ。似たやついるよなーって。何かが違います、今回は。今回はですね、何かが違います。何かとは言いません。何かが違います。いや、ふと本当に思ったわけですよ。炎の戦士スライムには別種がいて、で、勇者とチーム組んだら、なんか面白いことが起きるんじゃねえかって思って、今回はね、森レンタルみたいなチームでやろうと思います。よろしくお願いします。なので、職業は勇者、武器は鋼の剣になっちゃいましたけど、これは申し訳ない。さあ、第3の技、バーニングハーツ、行くぜー !GO! 心に火がついた。さあ、問題はスライムスを狙ってくれるかどうかなんですけど。そうなると、スライムスを狙ってくれるかどうかなんだけど、デイン。そんなところに落ちるんだ。まあいいや。さあ、ブリザードマン、第3の技といえばこれです。霊気を発して、氷の呪縛行くぜよいしょ弱素早さを下げるのが主な役割だけど。ローガの爪、スブリザーマンに行くね。心に火がついたスライムベスはどこに行ったんだい？スライムベス？おい、スライムベス。スライムベスね、バーニングハートを選択しているので、カウンター状態なんですよ。つまりこのターン何もしていないってことになります。さあ、気合切りになってしまったのは申し訳ない。鉄の剣をね、用意するのがね、結構めんどくさいんですよ。バーニングハートはね、やめようか。バーニングハートやめよう。うん。今回はね、だから、別種ですよね。完全に。ボディデンタルの別種。行くぜ、よいしょ！爆発！なんで、SP もちょっと今回なしで行こうかなって思ってます。SP も今回ちょっとなしでね、初期装備でちょっとやってみようかなと。こいつらだとどうなるのか見てみたいっちゃ見てみたいんですよ、僕も。この色違いだったらどうなるのかって。もう本当に炎の選手とも同じモーションしてるからな。いやー、全然効かねえ。やべ、ブリザードマンが弱えのか、それとも敵が強いのか、どっちかわかんない、これじゃ。いや、スライムとスライムベスを比べた時に圧倒的に使用率が高いのはスライムの方だからな、でも。それを覆せるか、この2体は。氷の弾が嫌だね。それをさっきやってくれればよかったのにね、スライムベスが飛ぶから、だって。よし、行くぞ！まだまだお前たちはいける。勇者レベル99だからな。こんなのに負けるわけにいかねえよな。デイン嫌だね。デイン嫌だ。ベスに落ちる。あー、やっぱり。ベス、よし、来た！バーニングハーツ、来い！ハートに火がついたぞ！心に火がついた！灼熱のときめき来いよ。OK！ 来ました！バーニングハート確定演出ですね、多分。15% 引かなければね。
よし、来ました、バーニングハーツカウンター攻撃発動、スラバーニングカイカイ爆発いくぜ、うおーよいしょまさかのカウンター技です。ただこれは1回しか発動しないっていうなんか珍しいカウンター技なんですよね。あーお前がお前かい、なんだったらちょこのターンで決めないときついなってかま、まあまあいけるでしょ、せーのってよいしょっと、オッケー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 、でもう氷の字幕で終わりだから大丈夫、冷気を発して氷の字幕、せーのよいしょ苦しい戦いでした第3の技も込みで考えるとスライムベストブリザードマンって使いにくいですぶっちゃけて言うと、スライムは単純に第3の技はミラクルストライクっていう回心率の高い技に変化するんですけど、こいつに至ってはカウンター技に変化するんですよね。もうその時点で使いづらいです素直にねスラバーニングが変わってくれればよかったんですけど、そうすると攻撃技はなくなっちゃうか、もうとどめ打っちゃいましょう、しゃあないんで。で氷の自爆はもう回心を狙えなくなります、素早さを下げるだけです、それだけです、素早さを下げることができる、それだけなんですよ。炎の竜巻みたいに威力が高いわけでもない、そう素早さを下げるだけの技に一体何の価値がありましょうか。素早終盤の競り合いに強くなるね、うん、まあまあ褒める点があるとしたら終盤の競り合いに強くなる、それだけだ気合い入れ打ってもうとどめ打っちゃいますねこいつらあまりにもひどいこれはね多分ね森霊より使いづらい説まである、普通の森霊より使いづらい説まであるぞこれで SP なしで何かやるんだろう、いけるか本当に、勝負あり、おこれはある意味ちょっと珍しい戦いになりそうですね。勇気フラットの状態からボーンファイター登場ほう、なるほど面白い戦いを期待しているぜ。さっきトトミは吐き切ったんで、珍しく処刑確定ではない演出ですね。どうなんだろう、これ。いや、さすがにでも負けないべ。勇者レベル99よ。スラバーニング爆発よ、せーの、よいしょ、あらまあ、で、ブリザードマンはどうあがいても打点を取れないです。動きを封じる。全然やな。全然や。威力が低すぎる。一番威力あんの、やっぱり鋼の剣ということになるんですけど、効くね。うん。めっちゃ効くね。さあ、ボーンファイター。絶四刀流。やばいなぁ。お、いい余計、それいい余計だわ、マジでいい余計、よく余計だ、よく余計だ、よく余計だ、オッケーオッケー、まあクランは仕方ない、まあ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 弱いな弱いな、この戦いだったら多分ダメージレース的に勝てそうな気がするけどさあ気合切りで一番盾型するのはこいつだ、外すんだ。さあ、スラバーニング、こっちは B 技、スラバーニング、よいしょ、避けるな。おい、頼むぞ、ちょっと。君たち、巻きようとしてないか、なんか。おい、君たち、巻きようとしてない、大丈夫？ボーンファイターの素早さ下げて一体何になるんだ？マルチエレメントソード、やばいな。4つの力が融合する。これが本家本元。魔王の使いとは違う。うわー。ちょっと待って、ダメージレース負けてんじゃねえかよ、お前ら。ダメージレース負けてんぞ、おい。大丈夫か？本当に。本当か？大丈夫か？頼むぞ、森殿。森殿軍団。森殿じゃないけど。見た目は森殿そのものだからな。オッケー！会心出していく。ここで取り返したね。さあ、今度こそ！よいしょー！オッケー！ここに来て会心伝打は熱いね。会心を唯一出せねえのおめえがかわいそうだわ。ほんとに。氷の字幕、唯一会心出せないのお前だけだよ。どっちも全体攻撃になっちゃうから。絶四刀流。
まあ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 、まあ、大丈夫でしょ。まあまあ、これちょっと待てよ。待てよ。あ、いいよいいよ、OK。これだったら大丈夫か。息を押し切りましょう。大丈夫大丈夫。さすがに大丈夫でしょう。まあ最悪ね、勇気勝ちすりゃ、なんとかなりますからね。所詮ボーンファイターだな、お前は。お前は所詮、ワンのこ、ねえ、ワンの序盤に出たもん、合体モンスターってことよ。終わりだ。行くぞ、スラムダンクバックフリップ、よいしょ。300、初めから当ててればこんなことにならなかったんだ。もうヒヤッとしたぜ。大魔王行きたいな、ちょっと魔王行きたいな。先日の話なんですけど、これは撮っている白目ドレアムはなんとですね、全パスで倒せるんですよ。はい、全パスで白目ドレアムなら倒せます。赤目ドレアムもいけそうだったっていうところまで行きました。ならばね、このチームでもいけるんじゃねえかって思いまして。いや、パスでいけたんだったらね、パスじゃないこいつらだっていけるはずというわけですよ。どうなんだろう。どうなんだろう。でも回心率とか似て類似してるから、まあ普通にワンチャンあるよねっていう。いやー、スラバーニング100210か。おたけびから入ってくんのか、嫌だなそれ。そりゃね、ああ、あー、情けない、これは情けない。まあ、唯一違うのは、鋼の剣あるっていうこと。鉄の剣より火力が出るんで、まあ、ビビたる差ですけどね。まあ割とビビたる差なんですけど、ここは。で、氷の呪縛がどんくらい通るか大事だよ。さあ、氷の呪縛 !224! 渋い。で、ここで動けないの痛いな。大丈夫かな、普通に削り殺されたりしない。大丈夫？森レンタルみたいに有機補正もないから、つばぜり合いもね、ちゃんと勝たないとダメだけど。さあ、ダークドラム。魔人の剣来たよ！避けろ！よし！誰が避けた？主人公か！いい避け！よし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 。じゃあ、とどめボーダーだね。難しくなってくるのは。でも、パス軍団だってとどめボーダー乗せられました。まあ、言うてね、白目ドリアムなんでね。もうちょっとちょっと、まずつばぜり勝たないと話が進まんな、これ。つばぜり勝ってから考えよう。ただね、ミスが多かったりでね、これ普通に単純にきついかもしれん。うわぁ、いや、もうきつ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 のきつ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 、いや、メンタル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 フィジカルメンタルメンタルフィジカルメンタルフィジカルメンタルフィジカル、うわぁ、メンタルフィジカルメンタルはフィジカルだ、いけるいけるって、よっしゃー、よっしゃおらシャオラーを何してんだおめえはあ相手が攻撃しねえっつーのに、バーニングハートが完全にゴミ技になってんぞおい。バーニングハートが完全にゴミ技なんだよこれじゃあ。おい、で、あと、え、あと2ターンで1700ですか。え、あと2ターンで1700ぐらい削らなあかんねんけど。はぁはぁはぁ、ちょっと待てって、会心出せるわけでもないのに君たち。おい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 、ほんまか、ほんとに言ってんの。あと2ターン、あと余裕がなさすぎない、おたけびやばい、止まられるときつい。ちょっと待てって !5 ターン目だって、このターンにとどめボーダーも乗せなきゃ負けだぞ、やばいぞ。え、どうやったら、あと1200削れねんの、ねえ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 、君たち勝つ気ある？お前ら、勝つ気ある？ねえ、え、ちょっと待って、ガードした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 、
なんとかガードして生き延びた、生き延びたぞ生き延びたけども、けどもだ、これ配信出しても無理何が悪かったんでしょうね、何が悪かったんでしょうねいや、君たちは攻撃を外しすぎだ、いくらなんでも、いくらなんでも攻撃外しすぎだって。796も残ってんじゃねえかよ。おっと、相手の子電撃一閃、ギガスラー、イエーイ、うわ、抜けろー、無理やて、森レンタルの方が強いて、無理やて